バーシャどうもこんにちは、37ハラパーでございます。ハプニングなんですよね。大寒波が襲来してましてね、もう明日明後日が大雪になるんじゃないかっていう風に言われてるんですよ。明日買おうと思ってたやつがアメリカンジョッキーカップみたいな JCC みたいなやつ、あれを予想しようと思ったら前日発売ができなくなってるんですよ。これは困ったなと。ちなみに原さん何を予想したかっていうことだけ皆さんに言っておいてもらって、予想してないんだよね、まだまだ予想してないんだよね。昨日から見てたみたいに言い草やったけど、おい夜なってあと2連敗でダサテーム1個増えるから、あのね、4番やと思うんだよね。4番3つぐらいで悩んで絶対4番が入ってて4番が勝ってる気がするんだよな。あ、前日発売、あくびをすな失礼だろ。すいません。湘南マイティにしようかなと思ってるんですよ。湘南マイティなかなかいいですよ。ここが毎日王冠で1番人気で6着、東京新聞杯で2番人気で10着。今までは湘南マイティは浜中が3回乗ってる、浜中さんが、今回はエル・コントレラス、初めて口に出したエル・コントレラス選手ですね。ルイス・コントレラス、メキシコですね。いい感じのこの感じですね。このルチャドールの匂わすような情熱の走り。明日用事があります。買いに行けない。そうなんですよ、明日ちょっと。そうやな、俺は今日湘南マイティに20万ぶっ込もうかなと思ってたんけどな。だから今当たらんかったらじゃあその20万で、パーティーするということで、じゃあ明日買えたらまあ1000円買うかもしれないです僕は湘南マイティに単勝でかけます。これだから当たらんかったらこれはまた罰ゲームカウント1となります。カウント1ですか。ちなみに昨日の月曜極め乙女はどんな感じでしたか。おそらくやで、いや、めちゃくちゃ長いよ。ボンバーうっせ。チャンネル登録するのが